はい、どうもピチクです。パチクです。ピチクパチクです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はそうね、何の日でしょうか。今日は海の日ですね。あ、そうです、今日は海の日です。忘れてました。違うんですよ、今日海の日なんですけれども、実はね、加藤君のお誕生日です。おめでとう。ありがとうございます。あのね、気づいてる人いるか分かんないんですけど、あの加藤君実はお昼にもちょっとね、祝ってもらったということで。そうね、もうすでにお酒入ってる状態なんですよね。え、ちょっとですよ、ちょっとこれいつもやらないんですよ、絶対入ってるんですね、これね。大丈夫。ということで、誕生日ということでね、うん、僕一つゲームを買ってきました。おお、楽しみ。ということでね、ゲーム紹介します。今日はね、はい、これをね、メインにやっていきたいと思うんですけど、やりましょう。そのゲームがこちらです。じゃじゃん、エブリバディワントゥースイッチです。発音いいね。はい、どうも、パチク坂本です。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日は一人です。加藤くん隣にいないんで、ちょっとなんか恥ずかしいんですけれども、加藤くんの誕生日ということでですね、サプライズをちょっとやってみようかなということで、それで今日はちょっとあるところに行って、ちょっと準備をしていきたいなと思っております。ということで、ゴーゴー。普段ってなんかだって対面っていうのはあんまりないんですよね。メール、普段はメールでオーダーいただいてから、私が一応電話をして、でそれで一回お話しさせてもらってるんですよね。電話でニュアンス聞いてるんですか。そうなんです。だいたいこう書いてくれるんだけど、はい、みんなこういうモチーフ入れたいとか、好きな果物とか、はい、こうもうちょっと細かいニュアンス、可愛いにも種類があって、なんかこうキャラクター的な可愛さが好きな人もいれば、ちょっとナチュラル可愛いで自然な感じの可愛いがいいとか種類があるので、普段好きなものとかテイストを割と電話で直に話した方がそういうのつかめるというか、デザインじゃなくお菓子をやり始めたんだけど、割とそのデザイナーの頃、はい、デザインの打ち合わせしてたのとほぼ変わらないような感じで、今はそれを経由をデザインすることに。デザインするのに聞きたいことがいろいろあって、あのロゴ送ってくれたのは、はい、三角だったら面白いかなと思ったんですけど、難しくなければというか、難しくなければ表現できたらいいなっていう。これももし何かこうプラスか何かで、何かできる何かがあれば、あったらいいなと思ったんですけど、うんうん、あ、できます。あ、で、ね、できますか、これも。これも表現。あ、できますか。できます。すごい。ちなみに加藤くんは何か食べれない食材とか、アレルギーとかは。アレルギーないと思うんですよ。僕ら食べれないぐらい、ネバネバ系が苦手な。ネバネバ系が苦手。はい、それは入んない。入んない。ないですよね。ネバネバしたケーキは作れないと。いや、そうですよ、ね。逆に好きなフルーツとかあったんですか。フルーツもなんだろう。何でも食べるんですよ。好きな食べ物は辛味噌ラーメンって言ってましたけど、辛味噌ラーメン、それを書いていただけるんです。なんかちょっと考える時の何かに使えるか。最近ハマってることとか。あ、最近ハマっていること、ガチャポンとかは好きですけど。ガチャポン、なんかずっと子供っぽいというか、そういう感じではありますね。じゃあケーキの味はお任せしてもらっても大丈夫ですか。はい、あ、お任せ したいです。むしろなんか決められないっていうか。わかりました。じゃあ味はお任せで、加藤くんのケーキとして青がメインの味をお任せで、このロゴの感じをちょっと表現されているケーキ。はい、
あ、これでちょっとじゃあ、はい、考えてみるので、はい、で、こうなんかこんな終わり方はい、全然、ありがとうございます。あ、すごい。え、かわいい。こうでしょう。あ、すごい。あ、そうだね。あ、じゃあ普通にじゃあプレゼント交換やるかって言って下降りてケーキ用意してコンコンしてでいいか。そうだね、オープニング撮るんだもんね。オープニングはなんか使わないけど使う手で撮るみたいな。頑張りましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、ということでね、神野くんとの打ち合わせも終わりましたので一旦家に帰ってもう一度加藤くんと合流したいと思います。ということでしっかり撮りますよ。ちょっと酔ってる加藤くんと一緒に今日はね、はい、ご提供していきたいと思います。やっていきましょう。おめでとう。誕生日おめでとうね。おめでとう。おめでとう。めっちゃ多い、すごい。あ、ミラクルした。あ、うまだいける。もうちょっといける。もうちょっといける。もうちょっといける。あ、もういい。もう一回いく。これでしょ。うん、勝ったでしょ。いや、勝ったでしょ。まだいける。あ、あじゃない。すごっ。おっ、え、ジドク早かった。綺麗でやる。おぉ。超えない。おぉ、やばい。はい。よし。でも4。あ、でまあ一旦ね、一旦休みつつ、カードやる。いや、今日本文があるからさ。本文、うん、今日のメイン、メイン。ああ、メイン。みんなお待ちかねのやつですか。はい、誕生日プレゼント。ああ、俺でみんな取りに行かない、うん、ゼリーの層が入ってるので、はい、あとここ周りがココナッツ、はい、なのでちょっと夏っぽいマンゴーとココナッツのレアチーズケーキに、ブルーのグラサージュっていうツヤっとしたツルツルホワイトチョコレートをベースにしたものをかけてて、はい、ピチグケーキでございます。え、こんなんあるの。え、これバスボム。これえ、これすごくない。これ普通に。ちゃん、説明させていただきます。うん、実はあの、はい、カシミヤオーダーケーキでございます。やばー、本当に。そしてね、実はあの事前に僕打ち合わせしてまして、うん、ガチャポンが好きってね伝えてたんですよ。このピのところ、はい、の丸はガチャポン好きって、はい、言ったから、なんかそのカプセルのなんか中にからなんか出てくるやつを表現したいというか、それで楽しんでもらいたくて。これもしかして入ってるわけ。ガチャポン、俺ら
パーンってやってほしいっていうことでね、頼まれてるんですよね。え、やばくないこれ。ジップケーキ作ってもらいました。おめでとう。めっちゃおめでとう。びっくりだな、これやばいね。マジで。ちょっとそれ開けてもらいたいんだよね。え、これガチャポンのやつで、ね、え、すごいね。待って待って待って、これ俺普通に取ってまる。これ失敗できないやつじゃん、これ。え、これやばいね。え、もったいな、これ。ちょっとこれ割ってみてください。いや、もったいな。だってロゴだよ、これ。いくよ、じゃあ、うん、ここ叩けばいいのね。そこ叩けばいい。あ、頑張って3の2の1の、あ、あ、めちゃって言ってこれちょっと待った方がいいんじゃない。これ大丈夫かな。じゃあちょっと俺コンセプトマイクオッペするよ、これ、うん、わあ、すごい。え、なんだこれ、書いてる。あ、なんて書いてある。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。すごい、おめでとう、カズちゃん。坂本からのプチサプライズでした。あ、これね、ナイスサプライズ。じゃあ、カズちゃん、ちょっと食べてみてもらおうか。じゃあ、行きますよ、したら。なんでそこなんだよ。ここにしてくれよ、みんなで食うんだから。じゃあ、ここ行くよ。じゃあ、最初いただきますね、そしたら。はいはい、食べてください。あ、柔らかい。すごい。グレース。あ、美味しそう。めっちゃうまそう。これすごい。青いケーキってね、すごい。なんか、謝罪会見みたいだね。じゃあ、いただきますよ。いただきます。うまっ、ありがとう。どうですか、ジンノさん。うまい、うまい。あのムースみたいな、うん、青いところがね、おいしい。しめさん、とてもおいしい。え、すごい、おめでとう。いや、びっくりだ。あと一つ、カトちゃんに先にプレゼントしてもいいので。いいよ。あの、坂本からの誕生日プレゼントです。え、なにこれ、靴。あ、それ開けていいの、うん、これ。あ、いけた。タコステ、タコステだよ、いいな。タコステ、これ全然いいじゃん。じゃあ、頑張りますよ。黄色、真っ黄色じゃん、これ。チクパチクの衣装の黄色。あー、なるほどね、ロゴの色で。え、色っぽいね、これ、普通に。これすごい。めちゃくちゃ黄色いくつ。めちゃめちゃ黄色、ラコステも黄色じゃん、もう。俺のも買ったから。買ったの。結構見つけたな、この子。え、すごいね。え、これどうやって見つけたの、これ。こんな黄色探しました。黄色い靴検索だって。いや、めちゃくちゃいろんなところ探しました。え、すごい。マジで、ね、どこと一緒だよ、ね、今後、青い靴下、最後黄色で。なるほどね。ユニフォームでございます。いや、もったいないわ、白い靴下の。だから青い靴下買ってきてくれって散々言ったの。全然買ってこないから。いや、すごいね。最高の衣装靴じゃないですか。すごいわ、ケーキといい、靴といい。ありがとう。ありがとう。え、やばいね、これ。一回履いてみる。履いてみるか。うん、ちょっと履いてみて。いや、すごいわ。どうですか。難しいじゃん。これいいね。青じゃなくてよかったわ。黄色でね、下お互い揃えてっていうのはいいわ。素晴らしいよ、これ。汎用性持たすために黄色にしてみました。ケーキ、ビチグパチクのロゴだし。ということでね、他のね、誕生日プレゼントを渡すのあるから、加藤ちゃん最後に抱負をね。抱負ですか。はい。いや、まあね、今年はやっぱりあれだよね、会社も辞めてフリーとしてやっていくから、まあ、坂本ちゃんとはいろんなことを話したりするけど、今後力を合わせてどん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 2倍3倍にも頑張っていけたらと思ってます。だから坂本ちゃん頑張ろう、一緒に。ということで以上、加藤くんのお誕生日会でした。ありがとう。ありがとう。素晴らしい。音で言いました。引き続き新林くん の誕生日会もやるんで。ありがとうございました。ありがとう。やっていこう。これはびっくりだ。
動画見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ピチクパチクにやってほしいことなどあればコメントなどもお願いいたします。それではまた次の動画で。